パソコンからこっちにカメラを移動すると、ここにいるのは、のび太くんではありません。静香ちゃんです。珍しいね、静香ちゃん。こんなとこに来るなんて。どうしちゃったんですか、一体。静香ちゃん。静香ちゃんがこの私の、見てください、パソコン用の、これ、椅子なんですけれども、ここに座っちゃってるんで、私は、このピアノ用のですね、椅子に座ってパソコンに向かってます。最近はのび太くんがですね、よく来てこのパソコンの机の上に乗っかってしまうんで邪魔なんで、仕方なくてこう椅子の上にですね、移動します。そうすると私は椅子に座れないんで、この小さな椅子に座ると。静香ちゃん、でも静香ちゃんがここに来たのは初めてだな。めったに来ないね。来てもすぐ通過するだけだよね、君はね。本当にずっといて、のびちゃんみたくねえ、ゴロゴロ行ったりしてくれると嬉しいんだけど、静香ちゃんは私にはあまり懐いてない。懐いてるのはお母さんで、お母さんにね、お母さんとか肩上がったりとかすごい懐きようだけど、俺にはあんまり懐いてないんだよね、静香ちゃん。さっき静香ちゃんはですね、見てて思ったんですけど、静香ちゃんだいぶ太りましたね、このところ急激に太りましたね。サビちゃんが来てですね、ストレスでかなり痩せました。それで最近はですね、なぜだかまた太り始めました。なぜだかっていうか理由は分かってんです。サビちゃんにあげたですね、カリカリキッチンにサビちゃん用の水とですね、カリカリの入ったお皿を置いたんですけど、サビちゃんの場合はカリカリは本当にお腹空いた時しか食べません。だからだいたいいつも残ってます。そうすると誰かさんがですね来て、それをきれいに食べてしまいます。誰かさんは一体誰でしょうか。君の体型を見ると分かりますよ、犯人は。本当に一粒も残らずきれいになってますから。これは太っちゃうな、静香ちゃん。ダメでしょ、そんなことしたらね、お行儀の悪いことしたら。君はさ、レディーなんだから、レディー、わかる？そんなことしちゃダメよ、わかりましたか。こんなおとなしそうな顔してて、やることは結構すごいよね、君ね。本当にこの間も脱走して3時間帰ってきませんでした。私が家の周りをずっと見ていなかったです。それでもしかしてと思ってですね、よく鳥が来る庭があって、それかなり先ですね、5軒ぐらい家の先なんですけども、一応見に行ったらですね、そこにいました、鳥狙ってましたね。君レディーなんだからそんなことしないでよ、もうやめてね。ということで、静香ちゃんがここにいるとなかなか私の作業も先に進まないな。静香ちゃん、じゃあね。じゃーん、今度はのび太くんも来ました。あ、今あそこに静香ちゃんが、あ、来た。静香ちゃん、静香ちゃん、静香ちゃん行っちゃった。のび太くんがそこにいたから静香ちゃん行っちゃいました。